はい、どうもトラキチです。今回はですね、契約書の方をね開封したいなと思います。ゴールド契約書4枚と A ランク自チーム契約書1枚なんですけども、これ A ランク自チーム契約書ですね。はい、ゴールド契約書も4枚ですね。ちょっとまあキリ悪いんですけども、いつもねゴールド契約書5枚で引いてるんですけども、ちょっと1枚足りないんですけど、4枚で今回は行きたいなと思います。はい、現在2020年4月24日の16時20分なんですけども、ターニングポイントがちょうどまあ1日と1時間ですかね、過ぎまして、現在こちらですね、55万4425ポイントということで、まあ7日間のイベントで、累計最後が350万なんで、まあ、50万ペースで1日行けばまあ最終日に行けるかなという感じなんですけどね。まあちょっとねエナジーの方は現在25ぐらいエナジー使いましたね。結構まあ失敗も何度か3、4回ですかね、失敗しましたんでね、まあなかなかちょっと厳しいんですけども、まあエナジーも結構使ってやっていかんとなかなか累計難しいかなという感じですね。はい、まあ最後のね、この S ランク TS 契約書第1弾これもらえますんで、まあ多少のエナジーはまあしゃあないかなと思ってます。はい、まあ1日50万以上の50万ペースでね、なんとか、まあ、最終日かその前ぐらいに終われるようにちょっと頑張っていきたいなと思ってます。はい、ですね、それでは、契約書の方いきますね。はい、あ、その前にクイズスタジアムの結果を言ってなかったんで、クイズスタジアムの一応結果だけ、はい、ですね、成績ですね。はい、一応正解判定のパーフェクトが累計回答数124問で、回答率 83%、グレート13問で 9%、不正解が13問で 9% ということで、一応なんかアイコンですか、これですね、こっちです。はい、スペシャルアイコンクイズ学士、スペシャルアイコンクイズ王子、これどっちももらいましたんでね、まあ結構いい成績でいけたかなと思ってます。はい、はい、こんな感じです。それでは、契約書の方行きたいなと思います。まずはじゃあゴールド契約書から4枚ですけどね行きたいなと思います。最近ねゴールド契約書から S ランクが来たりとか A ランクが来たりとか、結構ゴールド契約書調子いいんで、また今回も来てもらいたいなと思ってます。4枚ですね。はい、ゴールド契約書4枚、阪神純正だけでこのアカウントやってますんで、阪神の A ランク以上の選手来てもらいたいなと思ってます。それではいきます。ゴールド契約書4枚お願いします。来い、おーい、いきなり A ランク以上、 A ランク以上、最近調子いいよ。A ランク以上、 S ランク来い、割れろ割れろ割れろ、あ、割れへん。よー、小原選手、いやでも A ランク来ますよ。よし、最近ほんまゴールド契約書ちょっと調子いいんでね、いい感じです。今日は4枚だけだったんですけども、 A ランク以上は来ます。阪神来い、お、高橋選手、次か、来た、 A ランク、ジョーンズ選手、オリックスですね。はい、もう1枚来い、あー、岡田選手、いやでも4枚で1枚 A ランク来ました。これは最近ちょっとね、本当ゴールド契約書いいっすね。まあ、この調子でちょっと A ランク自チーム契約書も行きたいなと思います。まあ、A ランク自チーム契約書なんですけども、一応阪神純正なんで一応見ておきますね。一番欲しいのがボーア選手です。で、まあ、福留選手もね、ちょっと称号用で欲しいなと思ってたんですけども、実はですね、このターニングポイントのランダムの A ランクの TS の契約書から、はい、福留選手、中日時代の福留選手取れましたんでね、まあ称号用で1枚またこれいけますんでね、よかったかなと思ってます。ということで、まあ今回は、ボーア選手1人の狙いということでいきます。 A ランク自チーム契約書ね。はい、はい、これです。阪神のボーア選手来てほしいなと思ってます。いきます、お願いします。
サード、うーん、糸原選手、最近よく来る、結構ね、まあ、Sランクで極みで、2019シリーズ1持ってるんですけども、称号用も何枚かありますんで、ちょっと今はいらないかなという感じです。はい、いやー、まあ残念ですね。はい、ゴールド契約書からね、1枚 A ランク、の選手来ましたんで、よかったかなと思ってます。はい、まあ、ターニングポイントの方も、あと5日と22時間、ちょっとね、まあ、なかなか累計まで遠いんですけども、まあ、エナジー多少終わりながらというか、結構終わりながらね、最後の累計で阪神の能見選手が取れることを祈って頑張りたいなと思ってます。今回はこんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチでした。